はい、というわけでお久しぶりに来ました、5ヶ月ぶりのマカロニ市場、藤沢店さんかな。はい、死ぬほど混んでます。もう満車満車でずっと止まってる状態でございます。はい、そんな感じで、ケーキ食べ放題8人様がいるから、大丈夫かどうかちょっと厨房に聞いてきますみたいなことを聞いてくれたんですけど、大丈夫だということで、今から食べ放題ケーキ行っていきたいと思います。楽しみ。商品なんですけど、前回のと比べて新しくなってる。前回のやつを右にちょっと出しておきましょうか。多分半分ぐらい変わってる、4種類ぐらい変わってるんですよね。そしてちょっと気になったのが3時からだけど、もう大丈夫なんだよね、大丈夫って言われたから本気で昼なんですよ、もう。どういうこと、まあ、頼めればいいか。値段も安くなってるんですよ。前回が多分前回300円ぐらい全部安くなってるかな。ということね、値段も安い感じだと思ったら値段は変わらない、変わってない。でもこれが間違えたものを渡してたみたい。こっちは3時からのやつで、こっちが普通の、ほら11時から3時、2430円、1180円、600円じゃん。うん、これは前と変わんないんだよ。この商品は一緒。よかった。そう、これ何種類ぐらい新しくなるんですかね。これも新しい新作で、うんうん、あ、そっか、じゃあ4種類、3時間、まあ、微妙に4種類ってことですね。いちごのショートケーキからいきます。よいしょ、あ、軽いですねこれね、スポンジが。うん、おうめえ、やべ、うめえ。ホイップが柔らかい、じゃホイップが甘いの、柔らかいのは柔らかいんだけど甘い、甘うまい。ホイップめちゃくちゃうまい。で、お次はメレンゲモンブランだって。これごっついな。あ、下が美味しいやつだこれ。お、うわ、すっげえ柔らかい。マロンクリーム、モンブラン、モンブランクリームが滑らか。そんで下のクリームがふわって感じで、これがシャリシャリいける。うん、うまそうに。食ってる途中からよだれ、なんかサラサラのよだれが垂れてきてる感じです。うん。あ、これは舌がやべ、硬いタイプ。崩れちゃった。うん、シナモンだ。具が乗っかっちゃってると食いにくいから。うん、うめえ。うん、
びれを出して、ピンポンがここはないんですよね。だから手を挙げて呼ばなきゃいけないんですけど、店員さんがいない時だと呼べないんで自分から行くという。チーズフォカッチャ、青のり醤油フォカッチャ、オニオンフォカッチャ、イカスミフォカッチャ、ハーブフォカッチャ。あ、フォカッチャいっぱいあるの。あ、なんだ、とりあえず5個にしよう。よいしょ。ケーキ来るまでにパン食べてるフォカッチャ尽くし。ほんのり効いてて美味しい。これは青のりですね、うん、ケーキ遅いな。そう、めちゃめちゃ組んでるから仕方ないわ。これなんだっけ、明太ポケットだっけ。やっぱ美味しい。食べ放題遅くても1時間半たっぷりありますから、まあゆっくり食べていきます。これなんだっけ、玉ねぎの味がする。うん、あ、これ食べづらい。そういうことで食べづらいになりますね。わかりました、ありがとうございます。下げちゃったんですね。あ、下げちゃった。あ、ごめんなさい。ほら見て、なんか取ろうとしたらなんかふにゃったぞ。ほら見て、これなんかちょっとふにゃってる。よし、あ、ふにゃってるんじゃなくてこっちに持ってかれたんだ。そういうことね。うわ、すっごいやばい。うまい、きた、ティラミス。うまっ。ここ持てるから。本当に美味しいよね。本当に美味しい。うん。そこにヘタがついてるから。こちらも持てます。なんかありますねこれ、うん。カリコリチョコレート。うん、美味しい。いちご珍しくこんなに美味しいの。へえ、これ新商品、激当たり。めっちゃうまいこれ。クロフティコム割って香り、あ、こんなにですか。普通にシナモン、うん、うまっ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 。これもさ、やばい、激当たり。え、チョコじゃないのに。間違えないでくださいよ。クラフティポムですかね。ポム、ボムじゃない、
なんかこれベリー系、あれこれビーチゴか、なんかベリー、なんかベリーの感じがした。甘じょっぱい、甘酸っぱい、そして桜の匂い、すげえ。フォカッチャ、ぶどうパン、ベーコン、ベーコンフォカッチャですね、これは。コーンフォカッチャ、こっちの方がしっとりしてる。チーズフォカッチャ、5個だな。ベイクドチーズケーキなんだこれ、すっごいピカピカですね。そしてタルトなんですよ。うまいんですけど、合うんですけど、まだ甘ったるくなってない。これはタルトじゃなかったから持ち上がんなかった。ラムレーズンのチーズケーキ、新しいタルトオショコラ、新しいやつだ、うん、これはさっき美味しかったから。やべ、これ多分好きなやつだ。めちゃくちゃ見てこの断面図、うん、なんだろう、ビスケット生地のなんか、チョコうまっ、チョコうまっ、チョコ系美味しい。シャクシャクっていう風に崩れながら、カラメルみ、カラメルじゃねえ、カルメラだみたいな感触、カルメラのちょっと硬いバージョン。ラズベリーティラミス2個目。ケーキ類の中ではあんまり好きじゃないんですよ。でもこれ美味しいんだ。なるほどね。トウモロコシ。おかっちゃんの中で一番コーン今食べたやつが美味しかった。このクラフティーボンボン超ごつくないですか。あ、やべ。
心地がマジでいい。うまい。じゃあこれとこれ。かしこまりました。はい、ありがとうございます。元気だ。いいね。よいしょ。甘いでた。めちゃめちゃ美味しかった。タルトオーショコラ。一番チョコ、めっちゃ美味しいって感じです。更新したところ、OK のことでしょうか。はい、もう一回反応しました。